この恐竜の化石が仮説者さんの楽しい授業2021年5月号に掲載されています。材料や作り方の手順とポイントがとてもわかりやすいです。授業計画と児童の感想も載っていて、そのまますぐに授業で使えます。この題材は施設に関係していないので、2学期以降の作品作りにもおすすめです。そして、こちらの朝顔の貼り絵も、2021年7月号の楽しい授業に掲載されることになりました。本物の朝顔の花のこすり染めと、本物の葉を型紙にして作った色画用紙の葉を使っています。かつては朝顔の花を牛乳瓶の底で叩いていましたが、牛乳瓶がパックに変わってしまい、ファイルに挟んでこすってみたら、とても綺麗にできました。7月号の楽しい授業では、詳しい作り方の手順やコツを図も加えて分かりやすく説明してくださっています。どうぞご活用ください。